投稿者が友人と旅行中に撮影した一枚をご紹介します。彼らはレンタカーで観光地を巡っていた最中にこの写真を撮影したそうです。リラックスした車内でのワンシーンのはずが、よく見ると背後の窓に気になるものが映り込んでいます。こちらをご覧ください。右側の窓のあたりに何か不思議な顔がこちらを覗いているように見えませんか？実はこの時車はかなりのスピードで走っていたそうです。そのため、外の景色がこんなにはっきり映るのは奇妙ですよね。ましてや人影のようなものがこんな風に残ることはないはずです。さらにこの車内で撮影した男性によると、彼はその日、何者かの視線を強く感じていたといいます。まるでずっと誰かが見ているような。彼はこの旅行をきっかけに、何か得体の知れない霊的な存在に取り憑かれてしまったようです。次に紹介するのは、昭和57年に黒部渓谷の人工湖付近で撮影された一枚です。この写真、ただの山肌の景色と思いきや、よく見ると巨大な顔が浮かび上がっているのがお分かりでしょうか。眼鏡をかけていて、ぼんやりとした目つきが何とも不気味ですよね。さらに驚くべきは唇の部分が赤く際立っていて、まるで生きている人のようなリアリティを感じさせます。この霊は一体どんな存在なのでしょうか。もしかしたらこの山の周辺で不慮の事故でお亡くなりになった人の魂なのかもしれませんね。目や口があまりにも鮮明で、まるで今もなお生きておられるかのような強い意志を感じさせます。このような霊は生への執着が強く、自分が亡くなっていることを否定している可能性があります。こうした場所では強いエネルギーを持つ霊が多く存在しているのかもしれませんね。次はとあるお宅で撮影された一枚をご紹介します。この写真に写っているのは投稿者の友人です。一見すると友人が普通に座っているだけのように見えますが、よく見ると彼の首に黒い筋のようなものが巻きついているのがわかります。実はこの黒い筋、髪の毛のようにも見えますが、霊能者によると、霊的な存在が彼に取り付いている証拠だと言われています。さらにこの写真をよく見てください。ここに不気味な霊の顔が現れています。彼はこの出来事以来、何かしら霊の影響を受けている可能性が高いとされています。このまま放っておくのは危険かもしれません。悪霊に疲れていると思われる場合は、早急に条例浄化のお祓いを受けるのが良いとされています。皆さんも何かこのような異変を感じたら気をつけてくださいね。これは滝の前で撮影された一枚の写真です。この写真一見すると観光客が風景を楽しんでいるだけのようですが、よく見るとこの男性の首がありません。後ろ姿を写したものですが、首が消えているということはとても不気味です。さらにこの滝の周辺には、複数の霊の気配が感じられると言われています。滝は古くから霊が集まりやすい場所とされていて、水の流れる音が霊を呼び寄せるという説もあります。もしかすると彼の背後には見えない何かがいるのかもしれません。この首のない姿、果たして偶然の産物なのか、それとも霊の仕業なのか、今も真相は不明です。次は投稿者が古いアルバムを整理していた際に見つけたという一枚をご紹介します。写真に写るのはお雛様と一緒に撮影された記念写真です。しかしよく見ると白い光がかかっていて、人形の肝心な顔の部分も若干ぼやけています。そしてこの光のこの部分に霊の顔が浮かんでいました。投稿者もこの写真を見て当時のことを思い出したそうです。実はこの写真が撮られた翌年、お雛様の顔が虫に食われてしまっていたというのです。その様子がとても不気味で、投稿者のご家族は二度とこのひな壇を飾らなくなったとのこと。この白い光は単なる反射ではなく、霊界からの何らかのメッセージだったのではないでしょうか。投稿者の少年時代の一枚をご紹介します。投稿者は元気いっぱいで近所でも有名なわんぱく小僧だったそうです。しかしこの写真をよく見てみると、彼の顔に奇妙なものが重なっているのがわかります。まるで不気味な顔がへばりついているように見えませんか？そしてよく見ると、ここにも、何やら怪しい霊体の気配を感じます。実はこの写真が撮られた日、彼は友人たちと神社の古びた石碑にいたずらをしてしまったそうなのです。彼はその後、内臓に重大な病を抱えてしまったとのこと。果たしてこの奇妙な顔と彼の体調には何か関係があるのでしょうか？皆さんもこのような奇妙な体験をしたことはありませんか？霊が起こることもあるので、皆さんも神社やお寺での行動には十分注意してくださいね。この写真は約40年前、投稿者のお母様がドイツの旅行中に撮影された一枚だそうです。当時の旅行の記録として大切にされていたそうですが、最近になって古い日記の中から出てきたとのこと。画面左に映るのが投稿者様のお母様で、彼女の隣にはもう一人、はっきりとした姿をした少女が映り込んでいるのがわかります。この少女、同行者ではなく、しかも透明で背景が透けて見えるようです。この写真を撮った当時、お母様はこの存在に気づいていたのでしょうか。実はこのお母様は昨年お亡くなりになり、残念ながらもう確かめることはできません。もしお母様がこの写真に気づいていたとしたら、どんなお気持ちだったでしょう。投稿者によると、この写真は特別な加工をした覚えもなく、まさに撮られたままの状態だそうです。不思議な現象が未だに解明されていないまま、ここに残されているようです。こういった写真を見ると、霊の存在を改めて考えさせられます。ここからは当チャンネルの視聴者様から直接ご投稿いただきましたお写真を紹介するコーナーです。最初の写真はこちら。視聴者 HK さんからお送りいただいたお写真です。このお写真は先日シェアさせていただきましたナホトカで撮られた一枚ですが、これはその前回の動画です。HK さんが1990年、旧ソ連の沿海州ナホトカで撮影されたこの一枚。ここに映るのは HK さんです。この場所、ただならぬ空気が漂っていたと HK さんは言います。場所はシベリア抑留中に。HK さんから黄色い丸で囲った部分に軍服の足とゲートルが映っているとの追加のご指摘をいただきましたところ、よく見ると、私にはここに2体の霊の顔とおぼしきものが映っている気がしてなりませんでした。こちらです。皆さんにはどのように見えますでしょう。いずれにしても霊的な現象のようです。不思議なお写真をありがとうございました。次は視聴者 TA さんからお送りいただいたお写真を紹介します。この写真、前回に引き続き TA さんの赤ちゃんの時のお写真です。かわいいですね。ところがなんとガラスに人の顔のようなものがはっきりと映り込んでいます。まるで誰かがじっとこちらを見つめているようです。そしてさらに不思議なものが服のあたりに映り込んでいました。よく見ると小さな顔が浮かび上がっているように見えませんか？この写真が撮影されたのは渋谷の東急の屋上とのこと。屋上でこんな現象がなんとも不思議ですね。もしかしたらTA さんを守っている守護霊なのかもしれませんが、それにしてもこのような形で現れるのは珍しいですよね。このような不思議な体験をされる方は意外と多いかもしれません。皆さんも何か感じることがあれば、ぜひコメントで教えてください。今回も TA さん、貴重なお写真ありがとうございました。次は視聴者 N さんからお送りいただいた写真をご紹介します。N さんは頻繁にいろんな神社巡りをされているとのことです。ご本人も場所はもう忘れてしまったとのことですが、どうやらとある神社で撮影されたものらしいとのことです。写真をよく見てください。赤い丸で囲んだ部分に3体の霊の顔のようなものが浮かび上がっています。顔の輪郭や目や口の位置も確認できますね。これがただの偶然の産物であればいいのですが、この場所には自爆霊が溜まっている可能性も否定できません。もしかするとここに居座る理由があるのでしょうか。古い神社にはこうした存在が時に見えることがあると言われています。特に夜の静かな時間帯には何かを感じる方も多いかもしれません。これらの顔がこの神社に縛られて動けないままここに留まっているのかもしれませんね。今回も N さんありがとうございました。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。このような不思議な写真や心霊現象に興味のある方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてベルマークのオンをお願いいたします。さらに皆さんのお持ちの心霊写真や不思議な写真も大募集しています。ぜひとも当チャンネルでシェアさせてください。お送りいただきました写真は、慈太郎が鑑定し、条例浄化のお祓いを施させていただきます。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。